皆さんこんばんは、上野貴子の俳句 TV、 今週はマンスリーウェブニュースをお届けいたします。皆さん、いかがお過ごしですか？なんか今年はね、残暑がもっと厳しいのかなと思ってましたら、なんだか急に涼しくなってしまいまして、なんか拍子抜けしたような9月なんですけれども、今週はですね、マンスリーウェブニュースですので、いろいろな情報番組で、お届けしたいと思います。まず最初は今月の一冊からいきたいと思います。まずこちらなんですけれども、見えますでしょうか。お家で作る和菓子レシピ12ヶ月。すっごく綺麗ですよね。なんか本当すっきりしたこの表紙、それから中のこういった和菓子なんですけれども、すごく可愛い色で、とってもね、作り方ですとかそういったレシピも載ってるんですが、和菓子らしく12ヶ月というテーマで、和菓子をまとめていらっしゃるだけあって、いろいろなですね、俳句にもつながる季語ですとか、月々の行事、そういった暦の上のいろいろなお話がたくさん載っております。それで12ヶ月、1ヶ月に、お菓子の種類を、2つずつご紹介されていらっしゃいます。鳥居、町江さん、作者は鳥居町江さんとおっしゃる方なんですけれども、ですね、鳥居町江さんは、創作和菓子研究家というふうに、目打っていらっしゃいますね。サロネーゼの方でもあるんですけれども、この前もですね、銀座の俳句店の方にも、着物を着て、来てくださいまして、とてもね、美しい着物の似合う日本的な方でした。この中から、今日はですね、9月ですので、9月のお菓子をご紹介させていただきたいと思います。9月は、長月、それから、9月、セプテンバーというふうになっておりますが、まずですね、キセワタという、先ほどちょっとご覧、こちらですね、慣れますでしょうか。ちょっと画面にお見せいたしましたが、これはですね、菊の花を形取っているらしいんですね。で、9月と言いますと、重陽という菊の節句がありますよね。菊の花といったら、9月だと思うんですけれども、こういった菊の花を、形取った、キセワタという名前の和菓子らしいんですね。で、キセワタというお菓子の由来書いてあります。9月9日は重陽の節句といい、陰陽の世界では奇数が、重なることから縁起が良いとされましたということで、宮中では前の日のうちに菊の花に真綿をかぶせ、菊の香りを移し、その露を含ませた面で体を清めて健康を祈りました、なんていうふうに、説明されております。で、キセワタという言葉は、そこから来ているということなんですけれどもね、菊の花の香りをその綿面の布に移して、それを体にこうつけたというふうにね、言われているらしいですね、昔では。素敵ですね、優雅ですよね。そこからキセワタというこのお菓子の名前が来たというふうに書いてあります。それから次は、こちらなんですけれども、ムーンドロップというお菓子の名前で載っております。見えますでしょうか。これは可愛いですよね。小さいですね、飴のようなもう綺麗なお菓子が並んでおります。
これもですね、こちらのレシピ本を見ますと、あの家庭で作れるようにこう作り方が書いてあるんですね。ちょっとこれは面白いですよね。電子レンジで作れるようなんですけれども、少しね難しいかなとは思うんですが、電子レンジでこの本通りにできれば、簡単に家庭でも作れるというふうには載っております。ですね、こちらはムーンドロップというぐらいで十五夜様から来ているお菓子ということです。十五夜の月を鑑賞する慣習は中国から伝わりましたというふうに説明されておりまして、今月も来週の、8日ですね、十五夜様が、ありますので、一年のうちで一番月が美しい季節と言われておりますので、この十五夜に、なぞらえてカラフルなお団子をお月見にお供えすると楽しいですよ、ムーンドロップと書いてあります。まあそういった、十五夜のまん丸さと、それから、お月見の、楽しさですとか、そのお供えですとか、そういった中国から伝わってきた言われも、踏まえて、作られているお菓子ということですね。まあ、かわいいですよね。とこれを、ですね、他にですね、それから、まあ、一般的にすぐ見てわかるのがこういった柏餅、これ見てすぐわかりますよね、柏餅なんですね。それからですね、あとこういった、これも見てわかりますよね、いちご、これちょっとかわいいですけど、こういういちごの、お菓子ですよね。それから姫草餅というみたいですね、この草餅で包んでるんですね。それから見てわかりやすいお菓子としましては、まあ、これも和菓子ちょっと知ってる方ですと、詳しい方はうぐいす餅だなって見てすぐ分かるかもしれないんですが、薄黄緑色でちょっと尖っている、うぐいす餅なんですね。こういった和菓子がですね、家庭で作れるというのはすごく珍しいですよね。こちらの鳥居さんの作り方ですと、電子レンジをうまく使われて、あんこですとか、いろいろなそういう薄力粉ですか、そういったものですとか、まあ、いわゆるこうお餅に似たようなものを電子レンジを使って、作るという形らしいんですね。で、家庭でもできる。それからあんこを使って、いろいろな形作り、こちらなんか綺麗ですよね。秋の、実なんですけど、栗の実だとかどんぐりの実だとか、もう見ればすぐ形は分かりまして、まあなんかこう飾りとかね、そういったもののようなんですが、このまんま食べれるらしいんですね。これはちょっと画期的ですよね。これが家庭でできるということなわけですから、画期的ですよね。絶対珍しいと思います。創作和菓子研究家鳥居真知恵さんの、ご本でした。Amazon でも、買えますので、皆さんぜひあのお家で和菓子を作ってみてください。お家で作る和菓子レシピ12ヶ月でした。まず今月の一冊、ご紹介いたしました。それでは次はですね、マンスリーウェブニュースですので、今日のニュースをちょっと見てみたいと思います。ウェブ、ニュースということで、こちらでもう一つのウェブ画面を開いてみたいと思います。ちょっと開けますね。ちょっとこちらを開けると、ちょっと賑やかな曲も流れてまいりましたが、これは著作権が大丈夫な曲ですので、こちらの中でですね、今日のニュースといたしましては、なんかちょっと心配なニュースいろいろありますね。まあなんか政権もね、第2次安倍改造内閣ということで、閣僚が発表されているようです。それから、まあ相変わらずね、経済再生が
第1の、問題ということで、世の中良くなってくれませんと税金ばかし高くなってっていうことになっちゃいますからね。最優先のようですが、ですね、そういう、難しい政治のニュースの他にもですね、結構ちょっとこうね、いろんなニュースが入ってますね。栃木県でまた地震があったようなんですね。地震、ですね、3日ですから今日ですよね、6時36分のニュースなんですけれども、震度5弱で、内陸地震なので津波の心配はないということなんですけれども、なんかちょっと4を超えてると心配ですよね。それから広島の方では、何ですか、2週間もうすでに大雨から、経っているんですけれども、相変わらず2名の方が行方不明という、大惨事だったということで、そのニュースもですね、まだまだ次から次へと、被害が広がっているようなんですが、またもやですね、少々同じような、明日あたり広島近辺では2週間前と同じような雨が降る可能性があるらしいですね。これニュースを見ますと、少々心配のようなんです。雨もね、台風ではないとは言っても大雨ですから、台風どころではないですからね、土砂災害が、心配されますよね。それからですね、あとカノニュース、これまたなんかね、変なニュースなんですけれども、珍しいその蚊に刺されて熱が出てしまうというね、代々木公園で蚊の採集ということで、変わったですね、ちょっと開けてみますね。高熱が出るんでしょうかね、デンク熱というね、こちらの、ニュースが載っております。NHK 動画ニュースなんですが、ちょっと開いてみます。ウェブニュース開いてみます。東京都代々木公園や周辺を訪れた人がデング熱に感染していたことが相次いで確認されたことを受け、東京都は3日、今日ですよね、公園内の蚊を採集し、今後都の研究施設でウイルスを持った蚊がいないか検査することにしていますというふうに、載っております。東京都では、代々木公園近辺でこのデング熱に感染しているという、方がですね、36人出ているということで、このデング熱というのはですね、何ですか、人から人にはうつらないらしいですね。ですから風邪とかね、そういったウイルス性のものとはちょっと違って、蚊が、人から人へこう移してしまうというか、蚊からうつるんですね。次から次へと、移されてしまう、感染の恐れがある、疑いがあるということで、代々木公園近辺で、その蚊に刺されたのではないかというふうに検査しているということなんですけれども、何ですか、このニュースの中には、これは、日本でも初めてのことではないらしいんですね。以前にも何か似たようなことがあったようなんです。それでデング熱という名前は、もうその時についていたようなんですけれども、今回もですね、こう海外から入ってきている可能性がないということで、都内の代々木公園ですから、私もね、渋谷から代々木あたりはよく乗り換えに使いますので、刺されてないといいんですけど、別に熱は出てませんのでね、急に暑かったり寒かったりして、なんかちょっと熱っぽいな、疲れが溜まってきたなっていうのはあるんですけど、
特にデング熱ではないと思うんですよね。でもまあ代々木近辺をね、あのうろうろすることは多いので気をつけなくちゃいけないなと思っているんですが、そんなようなニュースがあったり、しております。それから、なんかあれですよね。そうですね、やはりねニュースとしては第二次安倍、内閣のね改造ということが、第一のニュースで載っております。あ、女性の閣僚が最多5人なんていうふうに載っておりますね。今回女性の閣僚の方が5人もいるんですね。そうか、女性も頑張らなきゃいけませんよね。それから土砂災害も心配ですし、あとですね、俳優の市村正親さんが、がん手術を終え復帰っていうなんていうふうにニュースに載っております。いやー、おめでとうございます。がんがね、回復されたようで、よかったですね。もう今はねがん多いですからね、克服されたらしいですね。いや立派ですよね。それから何か面白いニュースはないかと言いますと、そんなところでしょうか。あとですね、 NHK のウェブニュースというのが、ウェブニュースの中で、これがウェブニュースなんですけど、中で生活ブログというページをよく私は見てるんですが、今月はですねまだ9月の3日なので更新がまだですね少ないですね。8月の更新のままになっておりますが、使おう AED という、記事が、連続して載っております。これは私ずいぶん前に1回放送してるかなって思うんですけれども、心臓発作って突然死っていう死に方っていうのがあるんですよね。なんか突然運動されていたり、何かちょっとこう急なこう変化で心臓が突然止まってしまうというような、もう突然死っていう、病気、あるらしいんですね。でかなりそれで死亡する方本当に多いらしくて、でそれを防ぐために町のですね至る所に AED という小さな赤い箱なんですけれども、これが設置されております。ちょっと気をつけてみると、電車だとか駅だとか公園だとかそういった場所にはよく AED っていうちょっとした箱のある場所をね目にするんですが、それがですね使い方がわからないとか、使うのが怖いといって、ほとんどの人が無関心で、使おうなんてとても考えていないっていうような、アンケートだとかインタビューだとかが NHK の方でも調査で上がってきているらしいんですけれども、まずですねこの AED という何ですか、こう貼り付けてこう刺激を与えて、その心臓麻痺からこうショック死からこう救うっていうことなんですけれども、私も詳しいことはわからないんですが、とにかくこの生活ブログにも頻繁に載っておりまして、これはですね突然死を、減らすためのものであって、なんか決して使い方が難しかったり使い方を間違えたりするという心配はないということなんですね。まず使ってほしいと。それは開ければ使い方も音声で言ってくれるし、それから危ない時には動かないらしいんですね。いくらボタンを押してもそのショックを与える必要がない、脈拍数がちゃんとある場合にはそういったショックをボタンを押しても動かないように、人間にはそう与えられないようになっているから、怖がらずに、なるべく使ってほしいと。それだけでもう何人もの人が救われるというふうに、すごくこのブログでも歌っておりますので、できるだけね、皆さん
この赤いね AED っていう小さなあの箱だとかマーク見かけましたら、何かあったら怖がらずに、使ってみることなんだなって、それがね一人でも多くの人を助けることになるんだっていうことで、ちょっとね覚えておいていただけると、もし万が一遭遇した場合にね、頭によぎっただけでも、あ、使っちゃえるんだって思っただけでもね違うと思うので、頭にね、置いておいてください。奨励しております。はい、それからですね、あと NHK ニュースの方では、そんな感じで、まあ、いろんなニュースもたくさんあるんですけれども、まあ、映画祭のニュースだとかいろいろ載っております。たくさんありますけれどもね、それではちょっとねローカルなんですが、ご当地のニュースも見てみたいと思います。三軒茶屋ですので、三軒茶屋ではですね、そろそろ、涼しくなってきまして、文化祭の季節がやってまいりまして、秋のいろんな芸術イベントっていうのがたくさんあるんですね。それでですね、まず、私たちおしゃべり俳句の会という、まあ、会だったり、いろいろな、俳句活動をしているんですが、こういった世田谷芸術百科というねこのパンフレット、季節ごとに配布されておりますが、キャロットタワーに行くとあるんですけど、まずですねこういった三茶大道芸という、10月18、19なんですけれども、駅前一帯がね、全部参加いたしまして、こういったアートタウンというイベントが10月にあります。これに私たちも参加するんですけれども、これがまあ秋の一大イベントになるんですけれども、三軒茶屋あたりではそれが一番メインイベントなんですが、それからですね、あと9月では9月の20日21という土日なんですけれども、世田谷アートフリマという、どなたでも参加できる、考える人、作る人、見る人という、ものづくりの祭典というのがですね、こちら見えますでしょうか。こちらなんですけれども、9月の20日21の土日、キャロットタワーの3階、これはパオスペースの周りなんですね。いつも私たちが月末定例区会を行うところなんですけれども、ここで、行われます、考える人、作る人、見る人というねものづくりイベントですね。それからそうですね、絵画の方では世田谷美術館、これはキャロットタワーじゃないんですけれどもね、ちょっと離れておりますが絹田公園のところかな、世田谷美術館に、ボストン美術館華麗なるジャポニズム展っていうこの有名な扇子をこうねこうご覧になられますでしょうか。お着物でこう仰いでおります、ジャポニズム展というこちらがですね9月15日までなんですね。もうずっと長くやってらっしゃいますけれども、とうとう9月15日までということです。絹田公園でやっておりますので、お近くの方はぜひ、ご覧ください。それから、芸術の秋ですのでね、各地でいろいろなイベントがあるかと思うんですけれども、あとその芸術ということでは、芸術アワードというなんかですね、35歳以下の若手アーティストという、こういった、若手アーティストにですね賞を与えようということで、世田谷アワードという、こういったですね、秘書なんていう募集もされているようでして、これがですね今週の5日
が締め切りなんですね。文学部門というのもありますので、ご興味の方はですね、ぜひこちらチラシをね見てみてください。35歳以下のですね、芸術家を育てようということで文学部門も、ちゃんとありますので、芸術アワード、ご興味のある方は、見てみてください。まあ、これは35歳以下なんですけれども、それからまあ年にはまあもちろん全く関係なくですね、こちらの、シアタートラムの方では炎というこういうね真っ赤なチラシ、これも目につきました。なんだろう真っ赤なチラシと思いましたら、炎というタイトルでシアタートラムの公演のようなんですね。これは、浅見玲さんという皆さん知っている方では、浅見玲さんという方が、出られるようです。9月28日から10月15日までですね、公演が行われるようです。まあ、ご当地情報といたしましては、そんなところなんですけれども、三軒茶屋もね秋になりますといろいろなイベントがたくさんありますので、皆さんもね、ぜひ、キャロットタワーとあとその周りに、ぜひね、遊びに来てください。土日はだいたい何かねやっておりますのでチラシを見て、ぜひねお越しください。それでは、今日はね情報番組ですのであっという間に、時間になりまして、コメントが入っております。三越ひろゆきさん、上野貴子の俳句 TV 配信中、ありがとうございます。配信中というふうに入れてくださいまして、ありがとうございます。見てくださってますか。いや流れてるかなってちょっと心配だったんですけれども、配信されておりますので、ありがとうございます。いつもありがとうございます。そんな感じで、今日はですねあっという間に30分、そろそろ経つんですけれども、9月はですねいろんなイベントがありまして、ちょっと私の方でも、9月28日、第4日曜日なんですけれども、Facebook 俳句大会という、インターネット Facebook を使った、俳句大会を開催いたします。応募の締め切りは21日、1週間前の21日となっております。こちらですね、皆さんご存知の、稲川淳二さんがスペシャル選者で参加してくださいますので、お盆ですとかお彼岸ですとかね、俳句にはいろんなそういう季語もたくさんあるんですよね。ちょっと先ですが雪女とか、いろんなそういう妖怪変化だとか、幽霊そういったものも昔から言い伝えられているものはたくさんあるので季語にもたくさんなっておりますので、そういったね俳句も、たくさん、応募してください。そしてですね、9月28日には、キャロットタワーの26階、スカイレストランというところで、皆さんを、皆さんこうお集まりいただきまして、パーティーをしたいと思っております。そこではですね、司会に、この前の、ローズ麻生郁子さんを、お願いいたしまして、そして、ミルキーさん、ジャズシンガーソングライターのミルキーさんにも歌っていただいて、そしてですね、私もですね、ちょっと拙い歌を、俳句をねメロディーに乗せましてちょっと一曲、ご披露したいと、思っておりますので、ぜひ皆さん、9月28日はですねお昼12時からですので、皆さんキャロットタワーに、どんどん遊びに来てください。お待ちしております。もう一方コメント入っております。ですね、原田豊さん、上野さんこんばんは、ローカルな話題、もっと広げましょう。ありがとうございます。いやーローカルな話題もね実感があっていいですよね。自分が住んでるところの話っていうのはねなんかもう聞いてくださる方も同じだと思うんですけれども、気持ちが入るのでね楽しいですよね。ありがとうございます。それからですね、大繁盛さんから来ております。
稲川淳二ってすごすぎるよって言ってくださってるんですけど、いやーありがとうございます。まあ私もですね、怪談句会というのに招かれて行ってしまいまして、なんかこうね、もう稲川さんのあの怪談には取りつかれてしまったような感じで、怪談ナイト、まだまだ、全国各地を回られてるようですので、皆さんどこかで見かけましたら、ぜひね、ご覧になってみてください。それから、三越さん、原田さん、体調大丈夫なの？というふうにコメント入っております。原田さん、なんか夏負けなんでしょうか。なんかね、点滴を打たれているとか、なんかいろんなことフェイスブックで書かれてましたけれども、お元気ですか？ちょっと涼しくなりましたのでね、疲れが出ないようにお気をつけください。それではですね、そろそろ、今日の一句で、俳句で、締めたいと思います。9月3日水曜日、曇り、秋のセミ、ひとしきり泣き影落とす。秋のセミ、ひとしきり泣き影落とす。上野貴子でした。それでは、今日ですね、12時深夜なんですけれども、JWEB のラジオに、私がちょっと俳句の宣伝で、出ておりますので、もしあの時間ありましたら JWEB ラジオ、12時、聞いてみてください。お願いします。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。来週はですね、俳句日記と、朗読をご紹介したいと思います。それでは皆さん、上野貴子の俳句 TV、 さよなら、また来週、バイバイ、どうもありがとうございました。さよなら。